ソフィア、何やってんだあ、ベロニカさん。えっと、これ読んでたんです。スタッフの方にお勧めされまして。スパイ教室くっ、そんなもん読んでる暇あったら、練習した方がいいぜ。で、でも、おすすめされるだけあって、面白いんですよ。ちょっとだけ、読んでみませんか な,なあソフィアあれ持ってねえか続きが気になって仕方ねえんだよあ俺ですかうん続きはこちらに早く早くようこせあの後どうなっちまうんだベロニカさん大丈夫かな禁断症状みたいになってるけど 小説読んでるだけだよね。ソフィアとベロニカが騒いでいた本、試し読みしてみましたけど、なかなか面白かったのです。でも、クラウスが世界最強というのは甘いですね。ネオ様なら、育成指導も完璧にできるに決まっているのです。なんてね。さて、続きを読むとしましょう。 花園にマナ娘ね。コードネームってどういう基準で付けるんだろうあだ名っていうか、似合いそうな名前考えるんじゃないかな。あだ名とは違うでしょコードネームって。標準なんて呼んだらむしろ目立っちゃいそうじゃない直接呼ぶことって基本ないと思うよ。実は私も、 ココアにコードネームつけてるけど、呼んでないし。はあどういうこと私はココアのことを心の中で、マイスイートハートって呼んでるからね。え、う、うえぇもう、いきなり変なこと言わないでよねねえ、はるなちゃん。何でもできるってどんな気分なんだろう。何でもですか私には想像がつきませんね。 どうしたんですのこの本にクラウスさんっていうほとんど何でもできる人が出てくるんだよ。何でもできるから他の人にはわからないことがあることがわからなくて人に教えることだけは苦手なんだけどね。なるほど。自分ができることって誰にでもできる簡単なことのように感じてしまいますものね。私には これは自分にしかできないっていうこともないから、ますます想像つかないな。ふふ。みゆうさんには他の人には真似できないことがたくさんあると思いますけどね。何より、リリカルリリーのフロントマンが務まるのは、世界中でみゆさんだけですわ。はるなちゃん。うん、ありがとう。あれ何の話だったっけ ブッシロードゲームズ